はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は新レベルのクロスボウにフォーカスを当てていきたいと思います。クロガジャンのケースケジキクのケースケです。ポン！ということで、9月末のね、アップデートやってきました。こちら新レベルのクロスボウですね。ステータス見ていくと、ダメージが毎秒200のヒットポイント4500で、結構ステータス高いですよね。投石、DPS で見ると、実はね、投石機、より高かったりね、インフィオタワーとかよりも高かったりするわけなんですよ。なので、今回ね、こちらの配置ご用意いたしました。はい、でんてきでんでーん、こちらですね。はい、クロスボウ4つを固めたタイプのアロー型配置。こちらね、ご用意いたしました。もうね、クロスボウが鬼のように詰まってるわけよ。もうきつめの、クロスボウですよ。きつめのクロスボウ、無限発射編。こちらね、やっていこうと思います。なので今回はね、防衛リプレイ見ていくわけなんですけども、こういうふうにね、毎日クラクラ動画投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはこの間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての、先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、こちらクロスボウとアロー型配置が加わった、こちらの配置どれぐらいユニットを溶かしていくか見てみましょう。レッツゴー。はい。じゃあね、ちょうどさっきですね、アロー型がこっちから攻めてきた配置がね、攻めが生まれました。ちょっと見ていきましょう。ちょっとここ対空爆弾もったいなかったけど、どれぐらい溶かしてくれるか、ね、ちょっと楽しみですよね。まずはまあ、ライドラでここら辺サイドカットしてるのかな？しててくれて、ここからね、ユニット出していくんですけどね、このね、ユニット溶け具合見ていきましょう。さあ、リクスケも出て、ソラスケも出てきます。これめちゃくちゃ嫌ですね。まあ、まだこの段階でクロスボウ、活躍しておりません。さあ、どうなる？レベルマックスライドラとロイヤルチャンピオン出てきてフリーゼ一生懸命固めてる。さあ来ました、レベルマックスクロスボウ3つから役がタギ取られたかな。で、あっという間に役解けましたね。で、キングとかもだいぶダメージ食らってって、で、ロイヤルチャンピオンもはい早々に能力を使わせられてしまって、インフィラタワーとかと合わせるとホットユニットすぐ解けますね。で、からのトームがこれでそろそろ終わったかな。トームが終わっていって、どう？ユニット溶けてる。ポイズンで結構溶けてますけど、ここでさあ、エレクトロオールとかライドラに対してダメージどんどん与えていって、あ、エレクトロオール、クロスボウが今、落としていきましたね。いいです、この落とし具合。めちゃくちゃ決まってて、気持ちいいっすね。クロスボウもだって、ただでさえクロスボウなしでも火力高かったとこなのに、これにクロスボウも加わってますからね。それがユニット、溶けますわ、だと。まあ、ただフリーズとエターナルトームと、強行突破で、タウンホール落とされてしまったんですけど、まあ、こんな感じでユニットがあっという間に溶けていく。この様見ていて気持ちいいですよね。で、ちょっとジャンジか見ていきましょう。はい、次ドラゴンで攻められたんですけど、ちょっとね、倍速で見ていきますよ。クロスボウが活躍するところをね、主に見ていきたいんで、ちょっとそこ見ていきます。さあ、こっち逆サイドがね、やっぱアロガでやってるとね、攻められること非常に増えてきましたが、そろそろ来ました。はい、クロスボウが何に対してターゲットって、あ、いいね、ドラゴンライダーに対して攻撃終了。さあ、どう？いや、ここそう、きつそう。クロスかの、ラッシーとかも溶かしてって、さあ、キングもあっという間に溶かす。で、さあ、マルチインフェと、ギガインフェにも食らってって、はい、ここのドラゴンライダー落として、こっちのドラゴンライダーどう？クロス3つからターゲット取られてんで、あっという間に落ちましたね。こっちは、いいね、徐々にこう、一気にこう減っていく感じ。たまんね。さあ、ドラゴンも、このドラゴンも、あ、ちょっとクイーンに攻撃されてきてんけど、こっちどう？これもじりじりと焼かれていってますね。いいね。さあ、もう、どんどんいろんな強い防衛室回す。さあ、クロスボウ3つとエレクトロオール。いや、すっげえ、どんどん溶かす。で、ウォーデンは、クロス2つだともう、はい、グランドボーディングの HP の少なさだったら、あっという間に溶かす気持ちいい。見ましたか皆さん。これが新レベルクロスが合わさったニューアロータイプの防衛ですよ。はい。お次もライドラちゃんですね。やっぱり、ああ、そうだ。やっぱりこれに逆サイドから来るな、みんな。もう逆サイドにホーミングと対空爆弾設置してもいいんじゃねえか疑惑あるよね。全然、まあ、去年やったんだけど、その企画。アロー型配置、逆にバナー固めた強い説でやったんだけど。さあ、これもどう？クロス2つから、タギ取られてるライドラちゃんもどんどん次ですね。いいぞ、このライドラもはいはい落つみたいな感じ。さあ、こっちや4つ全部躍動してる。あー、フリーゼ止められるけど、
どうだこれ。オッケーオッケー。あ、復活した。復活したクロスが、さあ、こっちのライドラに対して、ダメージ与えてって。いいね、いいね。で、落とした。はい。はい、こっちのライドラ部隊全滅。で、残るは誰に滝取ってこれ。クイーンか。クイーンに滝取ってる。クイーンの HP も、やっぱヒーラーとかもついてないから。はい、投石と合わさって。ウォーデンもユニコーンついてるけど、トームはずるいよ、おじいちゃん。トームはずるいよ、おじいちゃん。さあ、これでもうトームも切れたらもう秒殺よ。で、秒殺で。まあ、投石機が最後決めたか。はい、もうライドラばっかりっすね。もうみんな攻め慣れてんのかな、この配置に対して。アローガと配置。どうなんだろう。拾われすぎちゃってる。結構ね、俺の好きなアローガと配置、海外の人が拾ってね、拾われるってこと、あるんですか。さあ、ライドラは、もう、これ、あ、待って、フリーズ固められて、オッケー、いいね、いいね。落としてるよ。さあ、DPS 毎秒200だから、毎秒400から、2つから攻撃があって、毎秒400ってことですかね。で、どうだ、この、突撃艦がやってきたバルーンたち、タウンホールは、あ、ギリ残る。そしてクロス、クロスがどん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 こっちのライドラも落としていく。エレクトロオールも落としていく。さあどうなる。で、さあせっかくダメージあったのに大工さんが直していく。3人4人仲良く直していく。で、あと、あ、ヤクか。ヤクが攻撃を受けていますよ。いいですね。あっという間にヤクやって。さあグランドボーデン、お前の命はもう短いぞ、覚悟しろ。あ、いいね、大工さんが直してもいいね。ちゃんと HP 回復してんのいいね。で、来た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 。はい、レベル22のおじいちゃんなんかもうあっという間に倒して、見てて楽しいな、巨大クロスボウ型べ。はい、お次はヒーラー3体のライドラッシュっていうことなんで、ちょっと見ていきましょう。これどっかどうだす。さあさあさあ、そろそろクロスボウあたりが活躍してくるから。さあどう、ペッカ、ペッカ出てきたよ。ペッカが攻撃してて、さあここから、はい、クロス4つから受けてます。あっという間に、はい、ペッカ瞬殺。ペッカ瞬殺してったよ、今。ボラ、ボラ、もう、ボラなんてもう耐えられねえだろ、お前なんか。で、どうすんの、これからライドラ。こっちの面で出す、ひょっとして。なんかバルーン出してるけど。どうすんの、こっから。あ、そっちから来んのね。あ、外周削ってって、パーセンテージ稼ぎパターンですね、あなた。ちょっとクロスの活躍見させてください。ちょっと早送り。早送りしていくと。あ、来た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 。さあ、ライドラ。クロス2つからタギ取られると、あっという間の時、こっちのライドラ。クロス2つからタギ取られて、こっちもあっという間ときましたね。さあ、お次こちらライドラ。どんどん溶ける。いいよいいよ。クロス2つからタギ取られてる。このライドラちゃんも、どうだ？いや、いいね、いいね、いい目とかも合わさって。さあ、こっちにはトラップ仕掛けてあるんだよと。はい。フォーデンも、やられていく。あ、ここでトーム強行突破してくる。さあ、こっちのライドラ。渡ら、あ、もう強行突破されちゃったな。でも、どうだ、45。さあ、レベル45のフォーデン。合わさって、投石も合わせて。ヒーラーはどれぐらいの速度で、倒してくんだろう。あ、結構早いね、やっぱり。2機から滝取られると。結構ヒーラー、レベルマックスじゃない、レベル6か。なんだ、結構やられましたね。結構するときだろ。で、こっちのライドラちゃんも落ちてって、終了ですね。いいね。ペッカをすぐに溶かしたっていうのが、めちゃくちゃ面白かった。次がジャイペッカネクロね。これも逆サイクル来るのかな。いいよ、リック編成上等だよ。さっきからね、ライドラばっかりつまんなかったんで。あ、こっちから来るんだ。どう？ジャイアントも、ね、確か HP2000 なんですよね。確かね、スーパーウォーラーと同じなんで、その HP2000 でもどれぐらい溶かすか見てみたい。さあ、いいぞ。どん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 スプラッシュダメージも入ってって。誰に滝取ってこれ？ラッシュに滝取ってるクロス。何に滝取ってるかよう見えんけど。あー、待って。トームの間にクロスだけは壊さないで。トームの間に、わ、強行突破来たよ、これ。楽しいのか、こんなにやって。まあ、そういうゲームだ。で、どう？クロス。さあ、活躍してるか。さあ、インフェも3つ起動しちゃってるよ。どう？うわー、もうクロスがあと1個になっちゃった。どう？戦い、やってるのか、活躍してるのかな。さあ、ロイヤルチャンピオン、OK、倒した。ネクロもマンシーも倒して。さあ、いいね、マルチインフェ、この複数同時攻撃施設が合わさって。で、ウォーデン、どうだ、ウォーデンも合わさって。きついでしょ、これは。OK、倒してった。さあ、お次のライトラッシュ見ていきましょう。これもバルーンたちか。あ、来たね、クロスたちか。2機が、うわうわうわ、3つ全部がバルーンを撃ち落としてった。で、どう、ロイヤルチャンピオンも落として。こっちの何、ヤクか。
ヤクを落としていく。さあこっちのバルーンたちもどん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 落としていってくれて、気持ち、あ、でクイーンに竹取ったぞ。さあどう、クイーンクロック使いましたと。アーチャーたちを投げ払っていく。さあクロス4つ、なんだちょっと周りのアーチャーたち邪魔だけど、さあクイーン竹取って、あっという間に落とした。いいぞいいぞ。さあどっち、キン、こっちキングもいろいろと合わさって落としてって、でこっちのライドラもクロスが合わさって落としてって、こっちのライドラも落とす。上のライドラも落として、下のライドラも落として、さあどっちのライドラも落としてって。いいなあ、ライドラの大型ユニットたちをどん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 落とす姿が、クロスボウかっこいいわ。はい、ということで今回はですね、新レベルクロスボウ固めですね、アロー型配置に対してね、やってみたっていうね、その動画、お送りしていきました。いや、ほんと、ただでさえ火力が高い区画にさ、さらに火力の高いさ、クロスボウもこう、ちょっと、そりゃユニットもあっという間に溶けるよねっていうのが、皆さんに伝わったらいいかなっていうふうに思います。はい、ということで、こういうふうに毎日クラクラ動画更新していきますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あと友人やクラミニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。